まあでもまあ盛り上がったね、サッカーはね。サッカー盛り上がりましたよ。いやいやって行ったでしょ。俺見に行ったん、実は。すごいよね。うん、行ったなんて。もうね、すごいいい席よ。前からね、もう5列目ぐらいのね。はあ、うん、で俺の隣にはね、うん、前にこの番組にね、ゲスト出てくれたあの歌手のミワちゃんがいましたよ。隣ミワちゃん、ええ、ヤギさんって、もうすごい、あら、ヤギさん、あららららららら、ら、うん、エロいね。いやいや、それなんで今のエロく感じたの。いや、なんかすごいエロい女っぽいじゃん、そういうのって。なんか軽い女っぽい。違うよ、ヤギさんってでしょ。じゃ、天真爛漫な感じ。 もっとこの可愛いさ、うん、本当のこの明るい、何のこう汚れもない矢作さんよ。あ、そう、純粋な感じの子供のね。なんかそう、わかる、そっちの。わかるわかる。でももうね、ちょっとやっぱ2年ぶりぐらいだったから、うん、ちょっと大人になってたよ。はいはい、はい、うん、ってことはやったのそれ、まさか大人になったってことは。だから、だって今それでしょ、もう、うん、自分で言ってるよ、大人になったから。俺のことをさ、相当なやりちんだと思ってない。なんかもうどっかで出会った女は全部やってるみたいな。いや、なんかあったらやってる感じ。俺のイメージで、俺はそんなにやりちんなの。いやいや、だってどこ、じゃじゃさ、うん、いや、ちょっと聞かせてもらうけど、うん、どこが大人だったの。そこを聞きたい。だって大人になったっておかしくない、急に。それは何か何かあったからちょっと、なんか見たり。もう気持ち悪いよ。気持ち悪いじゃない。キモい。いや、ちょっと待って、ごまかせ、ごまかされない、そんなんじゃ、そんなんじゃごまかされない。どこ？いや、そんなお前。どこ？顔と か。そのほら、顔もそうだよ。おっぱいは？まあ、体、いや、体つきはそんなわかんないだって。ビレも出てくる。いや、なんかほらユニフォーム着たから。ああ。ね。着たままってこと？ん、着たままやったってこと。違う違う違う、だからやってないんだけど、まず、うん、やれるわけがないんだけど、うん、でも何、もうなんかこのちょっと顔とか表情が大人になってたってことよ。だってあの時まだ、今何歳、今でも若いよね。今何歳、美和ちゃんって。多分今でもまだ19、20歳。うん、ここ来た時大学1年生だ。まただから、あの、そう、その話になって、そうだよね、2年ぶりぐらいだもんね、なんて言ってて、うん、その後美和ちゃんほら、オールナイト、うん、やっちゃったから、もう TBS ラジオはね、これなくなっちゃったんだもんねって言ったら、あ、もうね、オールナイト終わったんで、いつでも呼んでくださいって言ってたから、うん、呼んで確かめりゃええじゃん、じゃあ自分でどこが大人になったか。いやいや、俺はだってそんな、うん、俺は手出さないもん、だってそんな。俺も手出してない。呼んで、大人なんて、多分あの感じだと本当に呼んだら来てくれるよ。そうなの、うん、へえ。それなんちょ、そんなサッカー場っていうか、そのとこで話すの。そうだよ、だってあんな試合中に。チェジはハーフタイムだ。ハーフタイム、うん、今度23。もう若いね、まだ22なの。なるほどね、うんうん、へえ。そうでしょ、美和ちゃんか、うん、だって逆に、だって呼んでやりづらくないの、仕事、そういう。だからやってた場合ね。だから嫌じゃん、そういうの。だってやってたっていう仮定しないでくれる。急にだって。違う、もうそういう子じゃないから。嫌だもん、そんな、そういう矢作と美和ちゃんだけすげえ仲良くなっててさ、そこ見せつけられんのも。いや、だから本当にこう、小木にあった、あれは俺じゃなくて小木だとしても同じだったと思うよ。小木さーんって、うん、それぐらいこう、うん、あとゴッドタンの話と。ゴッドタン、うん、ゴッドタン大好きだから。だって、うん、あのほら、マジ歌ライブ、誰にも言わないで自分でチケット取って一人で見に来たんだって。へえ、うん、あ、そうなんだ。そう、それって、でも、もしかして矢作に会いに来てたとか、そういうことなんじゃないの。ない、ね、誰にも言わないでってさ、お忍びでしょ、だって完全に。違う、だから、あー、今の完全に、あー、尻尾出しやがった。出してない、完全に繋がったこれ。突き止め方が強引ったぞ。いや、お忍びで来るって、だってそういうことじゃん。違う、よくそうじゃない、アイドルのグループとは分かんないけど、そういうライブでさ、一人で来るってさ、まず尻尾出してないのに。出した、出した、尻尾も出してない。出した、尻尾も出してないのに。尻尾出してなかった、おかしいだろ。出した人ほど言うんだよ、出してないって。あー、出した、何が出したい、一言出してないの。ないよ、お忍びで来てたんだ。ないの。いや、だってそうだもん、普通そうだもん、だって。え、ライブに一人でね、行くのってそうだもん、うん、誰かとできてるってことだもん、その、あ、そういうことじゃん。
できてなかったら大体こう誰かに関係者とか。じゃあ俺こんなことまあほら言いたくないけど、上場するぞ。違う、もうこんなに俺が、うん、もうこの濡れ衣をね、うん、あの着せられるんだったら、うん、濡れ衣を着せられる着せられるだよね、うん、だったら、うん、もう俺だって言っちゃう。俺何できてるやつ、できてるやつ、あ、うん、佐久間さんね何売り合ってんのそれやばいでしょそれは。かわいそうだよプロデューサーがそんな、なんかちょっとリアリティあるし、ちょっとプロデューサーっちゅだけで。そうだろ、それはやってないよ佐久間さん。いや佐久間さんでやったらやってないよ俺じゃないよ。俺は違う、美和ちゃんはやってない。えああやってないの。そんなあってね、初日でね、そこで会ってね、よくさ、ワールドカップで会って、そのままね、そんな子じゃないあの子は。お忍びの人ってさ、うん、結構俺映画館も席で待ち合わせとかあるじゃん、うん、お互い別々で入っていって席でって、隣ってはおかしくない。だっていやだから前から本当に知り合いで お忍びでね、よくちょくちょく会ってんだってあるけど、うん、俺本当にあのラジオぶりに会ったんだから。だって7万人いるんだよ、うん、今回のサッカー場のその観客が、うんうん、7万人いて、うん、みやちゃんが隣ってすごい確率じゃないそれ、うん、まあね、ねえ、まあでもそこはあれじゃない、ちょっとほらよくやらしい話さ、どんなやらしい話して、やらしい話どんなことどんなことしたのよ。じゃあエッチなことやらしい話、それが聞きたかったんだ俺は。それはずっとやらしい話を、業界的なやらしい話、エロい話の意味じゃなくてとうとう出しやがった。やっぱもうさ、もう童貞なんじゃないかっていうのさ怪しいんだもん。だってそんな急にそんな美和ちゃんが、そんな子じゃないんで。そこで盛り上がってあったから、その日のうちにそんな体の関係持ってる子じゃない、あの子は。その日か分かんないで、だからそれは。だってあの子最低でも3日はかかるよ。3日は3日でいける。え、3日でいける。いやそれは知らないけど、その初日でね、うん、どうとかって子じゃないよ。まあまあね、まあ、でもそれが初日か分かんないっていうのは、俺は知らないだけだからさ。その陰で会ってたかもしんないし、そんなもん会ってるわけないよ。そんなんだって隣だっつうのも怪しいし。うん、応援。ウッチーのユニフォーム着てたよ。あら、ウッチーのサイン入りの。あらららららら、だからウッチーとできてんだよ。ウッチーはかっこいいもんな。 あれは確かに。ああ、たくさん呼んでんだろうな、いろんなやってる女の。やめなさいやめなさい、サッカー選手だったよ。